2008年の阪神タイガースでは、2008年の阪神タイガースにおける動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、岡田秋信監督の5年目のシーズンである。ユニフォームに黄色が復活して2年目のチームは、広島から荒井貴弘が FA で移籍し、金本智明と広島コンビを結成。チームは、金本荒井の広島コンビなどの活躍で、 前年失敗の開幕ダッシュに成功すると、前年優勝の巨人が新戦力の不振にあえいだこともあり、周囲を独走し、一時は最速で優勝マジックが点灯したが、北京五輪で各球団の主力選手が離脱し、また7月中旬から新いが腰痛で登録抹消となり、無理をして出た五輪から帰国後の検査で、腰痛骨折が判明し戦列復帰が9月下旬に、 なるなど、五輪に翻弄されたチームは8月以降は7月までと比べて勝ちきれない試合が多くなり、特に巨人との直接対決が2勝8敗、ラスト7戦全敗が大きく響き、最後の最後で巨人に差し切られて3年ぶりの V 奪回はならなかった。シーズン終了後1年目を除いて A クラス入りし続けた岡田監督は地にも表明。 クライマックスシリーズでは3位中日を相手に1勝2敗で敗退。後任に OB の真由美ア信が就任した。真由美新監督のもと、チームの立て直しが始まることになる。日本生命セパ交流戦本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。色付けは規定投球回数以上の選手。ありがとうございます。